皆さんこんにちは。石川県の空の玄関口、小松空港に来ています。僕のモデル活動、そして俳優活動はもうご存知の通り、ここ日本をはじめ香港、タイ、そしてフィリピンで活動しています。活動するにあたって各国のモデル事務所だったり、俳優事務所に所属をして活動しているんですが、今回活動の拠点をさらに広げるためにこれから台湾のモデル事務所に面接を受けに行きます。この芸能人生新たな1ページ開けることになるのかどうなのか、ぜひこの YouTube 最後まで見ていってください。出国手続きが終わって間もなく搭乗が始まるところです。小松空港、非常に小さい飛行場なんですが、国際線にちゃんと免税店ありました。まあ、僕の YouTube 見ている方はね、この小松空港使うことっていうのはほぼチャンスはないと思うんですけど、石川県に住んでる我々からすると、大きな都市まで行って乗り継がなくてもダイレクトに海外に行けるっていうのは本当に嬉しいです。昔はね、この小松空港から香港便が飛んでいたっていうことなんですが、まあ今ね、使う人が少ないからなくなったのかな。個人的には復活してほしいですけど。お待たせいたしました。ただいまよりゾーン番号3番のお客様を機内とご案内いたします。僕が座るゾーン3が呼ばれたので、そろそろ向かおうと思います。さあ皆さん、台湾に到着です。小松から3時間弱で来れました。近いね。過去に乗り換えで来たことはあるんですけども、台湾国内に入るのはこれは僕人生で初めてなので、今日のね、重要な面接が終わった後は美味しいグルメとか観光地に回ろうかなと思っています。さあ、そして皆さん、こちら何だと思います？今ね、台湾の観光局がイベントをやってまして、事前にインターネットで申し込んだ人が対象ですよ。台湾に来たら、まあ、抽選で、5000ニュー台湾ドル分の電子マネーカード、もしくはホテル宿泊券が当たるっていうイベントやってます。日本円にして約2万4000円分。絶対やった方がいい。僕の YouTube を公開した時にこのイベントまだやってるかわからないので、皆さんが来るときは事前にチェックしてきてくださいね。はい、こんな看板でやってみよう。日本語スタート。当たりますように。来い来い、頼む。ごめん、外れたよ。外れちゃったよ。お金をね、両替して、あと SIM カード購入して市内に入りましょう。足元すごい広い。このぐらい広い電車いいね。いや、本当に広いよ。
うわ、暑いね、台湾も。おお、ここが台湾か。いや、なんかおしゃれな街だな。マカオと、なんだろう、上海の街をミックスしたような、そんな雰囲気の街です。なんか一つ一つのお店というか建物、外壁がカラフルで可愛らしいイメージだな。昔ああやってスケボーやったね。懐かしいな。なんかこの原付が大量に止まってる感じ、これ台湾象徴するね。あーでもこの辺は日本の商店街と似てる。わーでもこっちは中華だな。わー、こういう細い路地も面白そう。これ台湾面白いぞ絶対。でそんなこと言ってる暇ないんだった。まずホテル行こう。面接の時間がね迫ってるんですよ。でホテルがこっから近いんだよね。お、いやほんと近いな。この細い路地通ってもねホテル行けるから、こっから行きましょう。屋台見たら腹がやってきたんで、何かあったら食べよっか。わー、なんか、あーはいはい、鳥。この辺は香港と似てるね。あ、タピオカね、絶対飲むよ今回。台湾といえばタピオカティーでしょ。屋台が多いんだこのエリア。もしかしたら俺めちゃくちゃいいエリアにホテル取ったかもな。ここは何の店？あ、デザート、うまそう。並んでるよ。いや、なんか食べたいんだけど、ちょっと時間がないかもしれないんで、先にホテル行って、まあ、もし余裕があれば面接前に何か屋台でね、一つ食べたいと思います。はい、着きました。今回お世話になるホテルこちらです。オーチャードパーク、台北。しっかり調べてなかったんだけど、本当にこのホテル最高にいいロケーション。大正解だ。よし。問題は、部屋の中だね。Hello. Check in, please. ホテル、綺麗です。さあ、どんな部屋。おー、いいじゃん。窓なしの部屋なんだけど、まあいいや、先見せよう。はい、こちら。真ん中に、なんだこれ、デスクがあって、こちらにベッド。ここね、3泊で3万2000円ぐらいでした。で、平米数が、26平米だったか32平米。で、他のホテルがもっともっと狭かったので、それで広い方を選びました。まあ、窓はないんだけど、こういう、まあ、フェイク、偽物の窓がついてるので、まあ、そんな違和感ないよね。圧迫感ない。風呂場。お！ありがたい。バスタブついてる。すごい小さいけど。こんな感じですよ、皆さん。ぜひ、このホテル参考にしてください。まあ、だが、二人で泊まれば、一人、15,000円ぐらいで泊まれるってことだからね。さあ、では、今回の一番大切なメインですよ。事務所に面接に行きますので、洋服も着替えて、気持ちもちょっと落ち着かせてから、向かいたいと思います。このホテルから今行こうとしている事務所調べるとね、電車だったら1時間かかるってことで、もう到底間に合わないんで、タクシーで行くことにしました。ホテルの受付のお兄さんが、すごく美味しいタピオカティーがあるよってことなんで、
ここホテルの目の前です。五重嵐ね、嵐って覚えてください皆さん、覚えやすいでしょ。ちょっとこのタピオカティーを買ってタクシーの中で飲みながら向かおうと思います。 Hello, can I have a milk bubble tea? No bubble will be bubble. Which one is your signature? This one? Okay, can I see the medium size? How big your size is it? That, is it medium? Medium please. さあ本場のタピオカティーですよ、どんな味なんだろう。初本場タピオカティーいただきます。うん、うまい。うまいけど、日本で飲むのとタイで飲むのと台湾で飲むの味の違いわかんない。全部美味しい。あ、でもね、若干このタピオカのサイズが大きいのともちもち感が強いかもしれない。タクシー捕まえていきます。I called taxi for you and later you show the address to the driver. Okay. Thank you so much. It's for my YouTube actually. I just searched it, like search your name because you look like maybe the model or the actor maybe, so I am, yeah. And did you find my YouTube already? I find your Instagram.Oh, thanks. That's me. Are you just only Japanese? Because for... I'm 100% Japanese. Sure. Yeah, yeah. Thanks anyway. You are such a kind person. That's just my job. Have a chance? How long will you stay here? 3 nights and I'm going back to Japan. Sure. And if I have a chance in the future, I'll come back here and stay maybe 3 months or 4 months. Hopefully. I hope so. So the car is coming in front of the hotel, right?Yes. Thank you. Got it. Show the address to the driver. Okay. Thanks so much for help. なんとかタクシーで5時に間に合いそうです。本当に台湾の方みんな親切ですね。話で聞いていた通りです。ものすごく居心地がいい。来て数時間しか経ってないけど、より台湾が大好きになりました。アポイント取ってる事務所に行って、ヘッドブッカー、あとマネージャーと、もしかしたら社長も来るのかな、お話をさせていただいて、僕からの質問もたくさんあるし、あとこの台湾の芸能マーケットについても聞いてみたいことがあるので、その辺を両者ね、聞きたいことを話し合って、その上で、まあ、もし納得いくのであれば、このまま事務所に所属をするっていう契約につながるかもしれないです。よし、事務所のすぐ近くまで来ました。タクシーで30分、料金が550台湾ドル、日本円にして3000弱。まあ、だからタクシーは、香港とかバンコクと比べると台湾はちょっと高いね。ミーティング行ってきます。まあ、何が何でも契約したいわけじゃないので、いい条件があれば契約したいなと思っています。さあ皆さん、長い面談がようやく終わり、結局2時間近くも事務所にいました。社長とも会いましたし、マネージャー陣全員とお話ができました。で、結果から言うと今後この事務所と契約を結びます。ここ台湾での活動が始まります。とは言ってもね、今すぐ台湾に来るというわけではないので、時期によって仕事があるシーズン、ないシーズンがあるので、そのタイミングを見計らって、この台湾にこれから足を運ぼうと思います。最初は社長もちょっと警戒したような様子でしたけど、最後は肩を組んで、今度飲みに行こうっていう話まで盛り上がりました。で、スタッフ陣もすごくフレンドリーで、今日出会ったばかりなのに、昔から知ってるかのような、関係地にこの2時間でなりました。まあ、結果いい話になったんですが、これがゴールではなくて、いくら事務所が良くても台湾というマーケットが僕に合わなかったら意味がないので、これは今後キャスティング
受けながら仕事をしながら本当に合ってるかどうかっていうのを見極めていこうと思います。何にせよ今日新しい扉が開いたのは間違いありません。この先未来どうなっていくか、5年後10年後自分でも想像つかないですけど、すごく楽しみです。いや思い切ってここ来てよかったな。じゃあ飯行こう。腹減った。結局飛行機降りてからあのタピオカティーしか飲んでないからね。さあ着いたよ着いたよ、シーリンマーケット、ここで飯食おうと思います。皆さん、ハレクリスで登場でございます。何やってんの？こんにちは。何やってんの？あれ今日、あれ？偶然？偶然。あれ何にそんな？偶然台湾いんの？こんにちは。いやいや。みんなびっくりした？やばいですね。一番の目的はもちろん事務所周りなんだけど、プラスアルファ。アレックスとのコラボ撮影も兼ねて台湾来ました。来ました。いやー、はるばるやってきました。前回はどこだっけ？高山だって以来だ。こっからはアレックスのチャンネル見てください。ぜひ見てください。ここのなんだっけ？シーリン駐輪場じゃないですか。駐輪場じゃないか。シーリンマーケットの内容をアレックスのチャンネルで紹介するので、はい、見てくださいね。唯一のまた酔っ払った姿、あの美味しそうに食べる姿全部収めますので、はい、皆さん見てください。はい、ということで、はい、今回も最後ご視聴ありがとうございました。そんな終わり方っていうね、ごめんね、急にトーン変わったよね。お楽しみに。じゃあねー。偶然じゃなくて、まあアレックスは仕込み